ラディスラフ・アダメッツは、チェコスロバキア社会主義共和国の首相。ビロード革命の際に、政府側の窓口として民主化勢力と接衝を行い、非共産政権への平穏な政権以上を果たした。チェコモラビアのフレンシュタート・ポドラドホシテームの鉱山夫の家庭に生まれる。労働者として働いた後、1946年に、チェコスロバキア共産党に入党して、 党本部に勤務。1961年に高等政治学校を卒業し、オストラバ県国民委員会の副委員長に就任。1966年に党中央委員に選出された。1968年のプラハの春の期間には、ソ連の軍事介入から改革派と距離を置き、正常化後の1971年に中央委員に復活。 1987年から、チェコ社会主義共和国の首相を務め、1988年10月に、ルボミール・シュトローガルに代わって、チェコスロバキアの連邦政府首相に就任した。1989年11月の、ビロード革命時には、連邦政府側の代表として、民主化勢力に強硬姿勢を示したグスターフ、フサークラ党指導部の同意がないまま、 反体制派学生や、バーツラフ・ハベルが率いるチェコの民主化勢力、市民フォーラムとの会談に応じ、要求への理解を示した。民主化勢力が呼びかけたゼネスト前日の11月26日には、プラ・ハレトナー公園で開かれた市民フォーラム主催の民主化要求集会に、共産党側の幹部として、初めて出席し、群衆に対応した。その後、 市民フォーラム及び、スロバキアの民主化勢力、暴力に反対する公衆との間で円滑な体制転換についての折衝を続け、共産党の一党独裁放棄と複数政党制の導入を行うことで妥結。12月3日に大統領に就任したハベルは再度、アダメッツを首相とする新閣僚を任命したが、20人の閣僚中15人が共産党員であることに、 市民フォーラムと暴力に反対する公衆の双方が反発したため、アダメッツは12月7日に首相を辞任した。また同月には民主化で退陣した保守派に代わって、チェコスロバキア共産党議長に就任し、党の体制をボヘミアモラビア共産党とスロバキア共産党との共同運営に改めたほか、不作を除名するなどの党改革を手掛けて1990年に、 政界を引退。後1996年のオストラバ県議会選挙に立候補したが落選した。ありがとうございます。